地に集いし怯え飢えに苦しむ民衆たちよ、赤子を抱きしかと聞け。ニルフガード帝国の皇帝エムヒルは我らの地に攻め入り、青色山脈までの全ての砦を攻め落とした。まこと凶暴で強欲なる侵略だ。北方の民よ、そなたらは危機に瀕しておる。王がダメなら次は神にすがるというのか。ならばなぜ懇願せぬ、なぜ土がつくほどに頭を下げぬのだ。神はなぜ我々を見捨てたと嘆くだけなのか。今こそ過去の過ちを見つめ直すのだ。遥か昔、我々の世界と異世界が混じり合う大変動、すなわち天体の号が起きた。神は邪悪なる存在の侵入を許したのだ。そして大変動は邪悪な力をも生み出した。すなわち魔法だ。我々はその汚れた力を禁じるどころか、権力と欲望のために利用したのだ。そして天体の号によって怪物どもが現れた時、我々は一体何をした。トロール、屍ぐらい、そして人狼、我々は立ち向かおうとせず、その業を忌まわしき者どもに背負わせたのだ。そう、ウィッチャー、幼くして汚れた魔術を教え込まれ、冒涜的な儀式により肉体を変異させた者たちに。奴らは善悪の区別なく怪物を狩り続け、わずかにあったはずの人間らしさすらとうに失っている。そうだ、その数は年々減り続けてはいるが、残ったものは未だに我々の地で血をもとめさまよい続けている。その存在自体が我々の恥なのだ。戦争により北方は血を流している。戦いは神の無知、我々の罪への罰だ。そしてあの異世界から訪れる恐ろしき災厄を忘れてはならぬ、満月の夜ごとに空を駆けるワイルドハント、人の子を連れ去る闇の者とも、次なる天体の号の前触れという噂すらある。我らが再び光へと向かう道は、どうやって魔術師どもを追い出す力を持つ永遠の炎のぬくもりのもとに集おうではないか。剣と斧の時は近い。我々自らが戦うのだ。狂乱と蔑視の時はすぐそこに迫っている。
こんなのじゃ喜ばないぞ。喜ばそうとしたわけじゃない、急がせようと思ったの。シリの訓練の相手をするんでしょ。ベセミルの銅版画を見せられてシリが退屈で死んじゃいそうよ。じゃあまた後でな。ええ、またね。ジュースが少なくなってるぞ。そうなの。訓練が終わったら新しいのを持ってきてよ。金ばかりだな。金は私の肌の色に合わないの。覚えておいて。白と黒以外の服は持ってないのか。そうね、下着ならあるけど。なあ、シリなら少しくらい待っていられるさ。よくないわ。それに非常識でしょ。会いたかったんだ、とても。私もよ。でも時間ならこれからたくさんある。シリの訓練が終わったら戻ってきて。その間に化粧を済ますから。俺の知る限り愛し合う前に化粧を気にする女は君くらいだな。そんなに抱いたわけ？だとしても考えるのはいつも君のことだけだ。やっぱりな、リラとスグリか。ゲラルト、私の香水に触らない。Thank you.
つ見ても美しい景色だ。年寄りウィッチャーはまだ寝てるか。シリはまたどこかへ行ったな。あの子は理論より実践が好きなようだな。起きてくれ先生。自分の講義が退屈すぎて眠ってしまったのか。いや、グールとアルグールを写させていたんだが、ちょっと目を休めたくなってな。あの分厚い本をか。逃げ出したのも無理はない。ブルッケのジョンは文才こそないが内容は信頼できる。最近のくだらん本とは大違いだ。振り子とと組み合ってるのか。何度言えば分かるんだ。訓練は一人でするな。間違いが癖になると言ってるのに。あの子を下の中庭に連れてこい。訓練が好きならお望み通りやってやろう。怒らないでやってくれ。どうしてだ。あの跳ねっかりは少しも言うことを聞かない。そこが気に入ってるんだろう。確かにわしも少しは悪かった。だがそれもここまでだ。怪物退治は軽い気持ちでやれる仕事じゃない。シリが我々の仲間になるならそれを学んでもらう。下で待ってるぞ。ダメだ。確かに練習不足だな。打ち込め。サーカスじゃないんだぞ。違う、足を使え。宙返りで。当然だ。さあ目隠しを取れ。まだ修行が足りないな。反応が遅すぎる。ウィッチャーの基準ならね。今のお前はドラウナーやストリガにも負ける。変異したところで大差はない。ストリガよりベセミルのことを心配した方がいい。彼の教えに背くのは愚かなことだぞ。わかるけど、あの本死ぬほど退屈なんだもん。そうだな。でもそれが言い訳にならないのもわかるだろう。ごめんなさい。もう二度としない。その方がいい。次やったらボール一杯のナメクジにたっぷりと塩をかけて食わせるとベセメルが言ってたぞ。嫌ならいい子にするんだな。行くぞ。下でみんなと一緒に訓練するんだ。壁を走ったりする？もちろん。ここはウィッチャーの修行場だぞ。エルフの浴場じゃない。絶対負けないからね。落ちるんじゃないぞ。
教えた呼吸法を忘れたのか。足の動きに合わせて口で息をするんだ。シーリー、待て待て。やだな、ベサミルおじさんのあの顔。仕方ないだろう。さて、何か言うことはあるか。ごめんなさい、ベセミルおじさん。若者が体を動かしたがるのは仕方ない。だが怪物と戦うなら銀の剣と同じぐらい知識は重要な武器となる。最低でもグールとアルグールの区別ぐらいは。ゼリカニアに生息するヒョウに似た斑紋によって判別する。また僧帽の病的な白さによっても区別できる。ちゃんと勉強してたのか。だがな、それでもきちんと。ベセミルおじさん眠ってたじゃない。本は読み終わってたのか。なぜそれを言わなかった。有利な武器を手にしてすぐに使うは愚かなり。それが最大の効果を発揮する時を待つべし。ベセミルおじさんの言葉でしょ。まったく物覚えがいい子だ。いたずら癖がたまに傷だがな。よし、おしゃべりは終わりだ。ゲラルトはワシと、ランバートはエスケルト、シリは人形とだ。また?文句を言うな、剣を取れ。どうする、基本の復習からやるか、それとも自由にやらせてみるか。基本からやろう。経験を積んだ達人でさえ基礎を大事にする。初心者の尻ならなおさらだ。剣を抜け、ゲラルト。足だ、シリ、足を使え、忘れるな。老いぼれには答えるな。
明日は尻に気をつけてやろう。お前とやるより手応えがありそうだ。そんなへっぴり腰か。何を受け流すの？相手はただの人形なのに。今は振りでも後で生きるんだ。切り返せ、突き、カウンターだ。嵐が起きそうだ。もう一発。しまった。さあお嬢さん、今日の訓練を終える前にウィッチャーの印籠をおさらいだ。まずはクエンから。ふざけてる。キリ、クエンはウィッチャーの盾とも呼ばれる。よく見てなぜそう呼ばれているかを学ぶのだ。ゲラルト、イブニだ。火花を飛ばせ。見たか。もしクエンの因がなければわしは今頃燃えているところだ。あとだゲラルト、やれ。エリー、分かったか。アードはどんな相手でもバランスを失わせ、攻撃のリズムを崩すことがある。ではアクセイだ。クソ、これは嫌なんだ。アクセイは本当に人を混乱させるな。さあヤーデンだ、ゲラルト見せてやれ。わかるな、シリ。ヤーデンは動きを封じることができる。爆薬を投げろ。シリ、心配ない。クエンが身を守ってくれる。あとは自由に訓練を続けろ。追いぼれには答えるな。くそ。実にいい剣さばきだぞ。シリ、降りてくるんだ。まるで小悪魔だな。ケイアモルヘン銃の剣を磨かせるとしようか。兜はあったか。
シェリー。まったく、一本残らず剣を集めてきてやるからな。大丈夫か？ああ、悪い夢を見た。どんなだ？長い話になる。夜明けにはまだ早い。時間はあるぞ。最初はケイアモルヘンの寝室だ。浴槽にゆったり使って、そばにはトリスか？イエネファーだ。変だろ、彼女があそこに来たことはないんだ。でも自然だった。いつもみたいに叱られてたのか。まあな。まるで現実みたいだな。きっと会えるさ。夢の中でシリを探して稽古をつけてやった。懐かしいな、あのおてんば娘め、ね。もっと身軽で強靭な子を教えたこともあるが、あの子を一番よく覚えた。それで夢の中で何かあったのか？ああ、ワイルドハントが現れてシリを襲った。俺は切り株みたいにその場を動けなかった。ただの悪い夢だ。いや、ただの夢じゃないんだ。過去にシリが夢に出てきたとき、必ず現実でも危険な目に遭ってたんだ。勇気な相手でも身を守れるよう訓練を積んでいる。もうすぐ夜が明ける。出発しよう。待て、イエネファーからの手紙を見せろ。何か手がかりを見落としてるかもしれん。見落とすも何も、ウィロービーで会いたいと書かれてるだけだ。だがその村はどこかの軍隊に焼き払われた。だから彼女の足跡を追ってたな。ごちゃごちゃ言ってないで手紙を見せろ。おやおや、手紙までリラとスグリの香りがするぞ。香りなんかより文字を読むんだ。会いたい、急いで。美島の近くのウィロービーで。それだけだな。この追伸のあのユニコーンまだ持ってるわとは。ユニコーンの剥製だ。前に二人で、まあそういうことだ。まったく、最近の若い連中と来たら。それであとどれぐらいでイエネファーに追いつける？2、3日だな。足跡はまだ新しい。だが街道に向かっているようだ。そうなれば追うのが難しくなるぞ。待て、聞こえたか？聞こえるし、匂うぞ。グールだ。やだ。
が通った後は死体目当ての指揮が来る。奴らの数が増える前に行くか。